さあ、目的地に着いたわよ。 ベルトの野郎。くそ、敵があまり見当たらない。どういうこと？俺たちが逃げるはずないと踏んで待ち構えているのかもな。だったらお望み通り乗り込んでぶちのめしてやる。多分広場の奥のリベールの黒塔だと思うよ。あれが鋭の館だから。あの光を集めてる修霊機のある建物だな。用心しなさい。こちらに治癒術があるのを見越してあんな毒を仕込むなんて、 あの男、相当危険だわ。あいつは危険なんかじゃねえ。ただの陰険陰湿野郎だ。鋭を甘く見ない方がいいと言ってるの。他にもどんなことをしてくるかわからない。それに後悔や戸惑いはあの男を喜ばせるだけよ。分かったよ親父。最後に何を言おうとしたんだ。 Thank you.
題なさそうな相手だな。当然返せる。ここ灼熱のバーンストライク。もっと力が必要ね。困るわ。ああ、答えてみせるさ。任せろ。走行だろうと無駄だ。あの盾を何とかするっていうの？ここは彼に任せましょう。まずは防御を崩すぞ。なるなる。やがんだ森の火災が心を削って。頼む進化しろ。やったんしろ。やったんしろ。魔王への進化しろ。やったんしろ。氷の闇よ。武器の素材になるぞ。この奥にガナベルトがいるんだな。ロウ、道はわかるか？ここはレナの城だ。ダナの使い走りなんか入れるもんか。そうか。ものすごい精霊力、押しつぶされそう。わかるのか？この建物中に充満してる。奥ほど強くなってるみたい。修霊機のせいね。きっと大量の精霊力が蓄えられているはず。使われたら面倒なことになるわ。そうなると思っておいた方が良さそうだな。なんだっていい、全部ぶん殴ってやる。
任せろ。うん、どっちなさい。被害射撃、火の精霊クライアン、氷のやり取りを片付いたわね。行きましょう。ああ問題ない。サクッと蹴散らしてやろう。交代行かないよ。巻き込みは交代行く。エイサーライ銃使いは私だけで十分よ。交代行く。レンガだ。どうも暗いだけしよう。決めたい。もう測れなかったね。問題なさそうな相手だな。あのオルフの弾これだ。あれよ。はい、うわっ、こんなに受けてもらう。援護よくれよ。体を調べて。はい、やっといて。この辺だ。守りも固いな。ここはもう受けて。あ、頼む。危ないわ。決めたい。宿りて、凍てつく氷の槍、早くのまえ、宿りて、凍てつく氷の槍を運ぞ。ヘッドフリーズ、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 氷の槍よ。もうやれるぜ。やれるぜ。決めたい。引き締めていこう。同じスルドの城といってもイエスは全然違うな。主の好みはあるでしょうね。レナらしいかはどうか。そんなの作らされたのがダナ人で、レナの好みなんて知らないからだよ。なんだっていい。さっさとガナベルトのいる最上階に行くぞ。
突破するぞ。当選開始。行け。当選やりよ。はい。当てないよ。守りは堅いな。突破口を切って。分かった。そうだよ。これでみんなの力になれるかな。何ここ、武器庫？使うためというより飾ってあるように見えるな。どうでもいい、行こうぜ。これダナのだよ、レナじゃない。え、これだけじゃないよ、ここにあるの全部ダナのものみたい。なんでダナの武具がレナの城の中に飾ってあるんだ。興味があるなら後で調べればいいわ。今はスルドを倒すことに集中しなさい。これで扉が開いたのか。昇降機の動かし方はわからないままよ。行ってみるしかないわね。やろう。待ち。ちょっと待
目的基地に着いたわよ。囚人を処刑する代わりに餌にしてるって噂を聞いたことがある。まさかこいつが。やめてよ。昇降機の鍵なのか。試してみればわかるわ。行くわよ。お友達がいるの？